どうも皆さんこんにちは、ティーズミュージックスタジオのタクです。今回の動画はね、前回のこちら MPK ミニプレイの使い方の後編続編ということで、今回はこれを使って打ち込みをやってみたいなと思います。というわけで、まずこちらキーボードをパソコンと接続してみたいと思います。こちらの USB ケーブルが、普段の、MIDI キーボードに挿している、接続しているケーブルです。これを、こちらの USB の端子にちょっと接続します。はい、パワーは USB の方に切り替えてあります。バッテリーじゃなくて USB です。で、一応これで光ってる、まあ要は電源としては供給されているという状態ですね。で、これが認識、されているのかどうかですね。ただいまキューベースを立ち上げております。おお、なるほど。今ですね、ネイティブインストゥルメンツという音源メーカーのバッテリーという音源を立ち上げているんですけれども、本当に USB でもう接続しただけの状態で、一応読み込んではいます。とりあえず一応音がね、出るというか、認識してコントローラーとして機能してくれるようになったので、危ねえ、ちょっと打ち込みを開始してみたいなと思います。コンタイツかけて今打ったところを聞き直してみましょうか。はい、こんな感じですね。じゃあちょっと今回は試しで最近のアリアナグランデの曲っぽい感じにしてみたいなと思います。はい、こちらです。まあ分かりきってたことですけど、鍵盤の入力はあまりやりやすくはないですね、普通のサイズの鍵盤と比べちゃうと。まあでも、できるできないで言ったらできるので全然問題ないとは思うんですけどね。こんな感じですね。で、今立ち上がってるハイブリッドっていうソフトシンセなんですけど、これはまあこれは僕がもともと持ってたやつなんですけど、この MPK ミニプレイを買うと、これが無料でついてくるというか、インストールできるみたいです。なので、パソコン持ってればこれ買うだけでもうこのソフトシンセサイザーを扱うことができるということです。はい、そしたら次はこちら、バキュームプロ。これも先ほどのハイブリッドっていうソフトシンセと同じメーカーの、どこのメーカーだっけかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、ちょっとアナログシンセをモチーフにしたソフトシンセサイザーをちょっと使ってみこうかな。こんな感じ。これらを、まあ、いくつか伸ばしていきましょうか。じゃあこれをスナップを入れていきましょうか。ではではでは、じゃあちょっとベースかな、次は。はい、じゃあベースですね。にしよう。
入れてみましょうか。シャン。じゃあそしたら次はね、ストリングス、バイオリンとかビオラとかのああいう弦楽器のこうピンピンってこう弾くやつ、ピチカートって言うんですけど、ピンピンという音をちょっと使っていこうかなと思います。どういうのが合うかな。はい、じゃあそしたら次また同じハイブリッドです。ちょっとこういうちょっとこうアンビエントでスモーキーな、なんかこう霧がもわーっとした感じの印象の音ですね。行きましょう。そしたら次はじゃあこれですね、エレピ。いよいよ来ました、鍵盤楽器。上手に弾けるか。これそっか、サスティンペダルが、まあいっか、なくていいや。弾きづらいね、ちっちゃいと。これはね、あんまりクオンタイズをちょっとかけずに自然にこうアルペジオを作ってる感っていうのを出したいので、ちょっとこう微調整ちょっとして、感じかな。聞いてみましょうか。切ろうかな。スナップのタイミングで切ろう。バツッと機械的に。ここドロップなんで。パンみたいな感じ。だからここで消しましょう。はい、またしても登場、ハイブリッド。ハイブリッド今3台目起動してます。ちょっとね、今回はフィルターで、こんな感じで。ここをパーンにしてみるね。パーンって感じ。スネアの、八百屋のスネアをちょっと、こいつらをちょっと左右に散らしましょうか。あ、これじゃない、これだ。これを左と右、そうすると伝わるかな。これがこっち側で、こっちが、だからタタタタタタみたいな感じで入れていくと、このドロップのセクション、ちょっとベースも足しましょうか。こんな感じ。こういうちょっとこうパーカッシブななんかこうビートを入れていきましょうか。でこれを引き伸ばします。で
くっつけます。そうするとどんな感じになるかというと、ちょっとこいつらパーカッション系のやつらは、サウンドの音量ちょっと調節するんで、これここで使いたいですね。早いね。OK。クラッシュシンバルをサビというかドア玉に入れます。間違えた。まあいいや。ここじゃないけど、ちょっと直して。こっちにお引っ越し。こんな感じで弾いたんだけど、今度はこうスタッカートというか音を切って入れてみました。で、当然ながらピッチカートストリングスも入れます。こっちにじゃなくてこっちにです。はい、まあこんなところでしょうかね。ちょっと聞いてみましょうか。いかがでしたでしょうか。まあキーボードをつないでね、打ち込み MIDI の入力をするっていう点に関してはもう本当にもう全然問題ないかなと思います。特にやっててね、不便だったなって感じる点はね、まあ鍵盤のサイズがちっちゃいだったですけど、まあそれぐらいですかね。まあこれでやれって言われたら全然曲作りできるなと思いました。結構ね、思ってたよりもね使いやすかったですね。例えばバンド系サウンドの打ち込みをするとかってなると、ちょっとこうね、演奏性がまた求められるので、なんかそこはまた確かにちょっとやりづらいのかもしれないですけど、今回作ったようなサウンドトラックみたいな単音で一個ずつ入れてったりだとかでするタイプの楽曲なんかは、わりかしこれで十分なんじゃないかなと思いました。概要欄にね、製品のリンクを貼っておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは、今回はこの辺で、どうもありがとうございました。